こんにちは、ココです。皆さんお待たせしました。今回はついにボルト55話のネタバレ考察をしていきたいと思います。ナルト死んじゃったのっていうめちゃくちゃ気になるところで終わった54話でしたが、今回とうとうナルトの生死が明らかになりました。そして完全消滅したはずの意識の意志を継ぐ意外なキャラが登場。さらに大筒月の最終目的も明らかになって、今月もヤバすぎる内容です。ストーリー忘れちゃったよって人のために、まずはこれまでの話の流れを簡単に振り返っていきましょう。早く55話の内容知りたいよって人は概要欄のリンクからジャンプしてね。カワキを取り戻しに現れた大筒月意識と死闘を繰り広げるナルト、サスケ、そしてボルト。意識の強さを前に忍界最強の男たちが手も足も出ません。そこでナルトが命と引き換えのバリオンモードを使い、意識の寿命を削りまくります。寿命が迫った意識はカワキを強制的に呼び出し、カーマを使って転生しようとしました。意識はウキウキでカーマを刻みますが、その瞬間目の前のカワキが消滅。カーマを刻んだのはカワキの影分身で、転生に失敗した意識は寿命が尽きて消滅します。しかしほっとしたのもつかの間、ボルトが桃式に体を乗っ取られ、サスケの輪廻が屋内で鎖真珠の生贄にすべく、今度は桃式がカワキを狙います。サスケは満身創痍で思うように戦えず、ナルトもバリオンモードの反動で置物と化してしまいました。とっさにカワキがカトンで自分自身を燃やし、桃式に忍術を吸収させます。これによってチャクラが戻ったボルトは意識を取り戻すことに成功。なんとかなったと思いきや、ナルトの様子を見たサスケが驚きの声を上げます。何これは。というところで54話が終わりました。ナルト生きてるの、死んでるの、引っ張りすぎだよって思いながら、1ヶ月も待たされて突き読みかけられてるのかと思いましたね。それでナルトは結局どうなったのか、いよいよ55話のネタバレに入ります。前回死んだかと思われたナルトはクラマのいる精神空間で目覚めます。自分が死んだと思っているナルトに対し、別れを言いに来たというクラマ。ナルトも自分の死を受け入れ、クラマへ、なんだかんだお前がいてくれてよかったってばよ、ありがとうなと声をかけます。悪くない最後だったというクラマに対し、ボルトやカワキ、里のみんなを心配するナルト。それを聞いたクラマは、わしには関係ないことだ、あとはお前一人でどうにかするんだなと言いました。あれ、なんかナルトは生きてるみたいな言い方です。普通は美獣が抜けた人中力は死亡しますが、今回は美獣のチャクラが消えるだけなので、すぐに目を覚ますと続けるクラマ。実はバリオンモードはナルトの命と引き換えではなく、クラマの命と引き換えの技だったんです。確かにクラマはバリオンモードを使えば死ぬと言いましたが、誰がとは言いませんでした。クラマの命と引き換えのモードだったと知れば、ナルトが反対するだろうと思って、クラマはわざと伏せていたんです。以前の考察動画でクラマだけ死んじゃうかもって予想したのですが、またしても当たってしまいました。高評価ボタンを押すなら今ですよ。ナルトの性格を完璧に理解して、ナルトたちの命を守るために自分を犠牲にしたクラマ。ここはもう目から水と大爆破の術が出っ放しです。ショックを受けるナルトに対し、クラマは遠回しに自分のことは気にするな、もうクラマモードとか使えないから無理しないでねと伝え、最後までツンデレムーブを貫きました。徐々にモヤに包まれ天に召されていくクラマ。ナルトはいくらクラマと手を伸ばしますが、その手を急につかまれ目を覚まします。正気を取り戻したボルトがナルトの手を握って呼びかけていました。その間さりげなく膝枕でナルトを支えるサスケ。さすがのメインヒロインムーブ。ようやく里に帰れるとなりましたが、サスケの輪廻がはボルトに潰されてしまったので、時空間忍術を使う手段はボルトのカーマのみ。サスケは輪廻がに未練はないようで、生きてるだけでラッキーとかかなりサバサバしてます。私はまだ輪廻がんがないサスケを受け入れられないんだけど。そして場面は変わり、十尾の監視担当の空のメンバーコードが登場。そのコードの手のひらにはなんと白いカーマが刻まれていました。すると突如コードのカーマもどきの模様が変わり、煙の中から意識の魂のようなものが現れます。意識によればコードは器としての適性がなかったために、中途半端なカーマしか宿すことができなかった実験体。そのためコードのカーマは意識が次元に転生した後も消滅せず残っていたとのことです。意識はコードのカーマのことを器ならざる白きカーマ、純粋なる力としてお前に宿った我が遺産と呼びます。そしてこれから意識の代わりに大月の意志を告げと言いました。
大筒木の意志とは、星々に真珠を植え、チャクラの実を食べて進化を続け、いずれ神となること。今でさえ神のような強さを持つ大筒木一族をはるかに凌駕する神って一体どんな存在なんでしょう。急に SF になってコードもびっくりしたのか、とりあえず意識を殺したやつをこの手で始末したいと言います。コードは意識のことを心の拠り所と言っており、心から忠誠を誓っていました。やっぱり十尾の監視っていう大役を任されるだけあって、他の殻のメンバーとはだいぶ事情が違うみたいですね。そして場面は再びボルトに戻ります。カーマの力で里に帰ろうとするも、ボルトは力の使い方が分からず苦戦。またもモスキーに乗っ取られるのを恐れて力を出し切れないようです。それに気づいたカワキは、もう考えるな、お前のカーマは必ず俺が消すと言い切りました。かっこよすぎる。ここ数ヶ月ボルトいいとこなし。カワキが活躍しまくっていて、もはやボルトがカワキになりかけています。カワキの言葉を聞いて、絶対カーマを消してみせると決意を新たにするボルト。でも時空間忍術の使い方は分かりません。ビビってねえでさっさとやれというカワキに対し、偉そうに指図してんじゃねえとボルトが切り散らかすと、突如時空間忍術が発動します。場面は変わって、不安そうな顔でナルトたちを待つシカマルたち。困った片付けがアマドに何か妙案はないかと問いますが、アマドは冷や汗をかきながらブツブツと独り言を言ってます。やっぱりこいつなんか隠してそうですね。そんな時シカマルに通信が入り、ナルトたちが無事に帰還したことが判明。アマドは真っ先にカワキが無事かどうかを尋ねます。カワキが無事と聞くと心底安心した様子に。その間スミレがずっとアマドに怪しむような視線を向けていました。アマドが異様にカワキを心配するのが気になりますね。ここ的にはアマドはこの後大筒木化したカワキを何かの目的に利用しようとしていて、それで安否を気にしてるんじゃないかなって予想です。里に帰っても言い争いを続けるボルトとカワキですが、ボルトはお前と一緒なら何だってできる気がすると急に照れを見せます。さっさと自立しやがれと憎まれ口を叩きつつ、カワキもまんざらでない様子。そして空を見つめながらコードが、カワキ、裏切り者アマド、ウチハサスケ、木陰、渦巻ナルト、桃敷の器、渦巻ボルトとつぶやいて、55話は終わります。ナルトもサスケも死ななかったけど、クラマは犠牲になったのだ。これもおそらくサスケのリンネガンと同じく世代交代のためでしょう。クラマがいなくなってしまったため、ナルトは今後千人モードしか使えません。サスケはアマの手力や時空間忍術が使用不能になりました。二人とも大幅に弱体化してしまったのは間違いないので、今後は本格的にボルトとカワキがメインになってきそうですね。ただしカワキはカーマのチートパワーを失っているので、今後はさらに忍術に磨きをかけてパワーアップしていく展開になるんじゃないかと思います。そして気になるのはコードの動向です。意識から大筒木の意志を継ぐように言われましたが、当面は意識の敵討ちを優先する模様。今後ボルトとカワキに立ちはだかる敵はコードということで間違いなさそうです。まとめ。以上、ボルト55話のネタバレ考察でした。ナルトの最高の相棒クラマが死んでしまうという衝撃的な展開、さらに大筒木の意志を継いだコードの暗躍と、引き続き目が離せないですね。ただしここはクラマに関しては戻ってくるチャンスがあるんじゃないかなって思ってます。もともとナルトの中に封印されていたクラマは陽の部分のみ、陰のクラマは港に封じられていました。港に封じられていた陰のクラマが再登場して、ナルトに力を貸してくれる展開がいずれあるんじゃないかな。今回で意識編は一旦終了みたいですが、反響があれば来月からも考察出していこうと思います。続きも見るよって人はコメント、高評価よろしくお願いします。